またここだよ、泡沫空間。また、ですね。前回は散々だったから、繰り返さないぞ。私は学習する子。ですね。階段は禁止。つむぎお姉様に怖がられたのは衝撃でした。わあ、イオちゃんごめんよ。すぐ訂正してくださったので、いいんですよ。イオちゃんの目が笑ってないよ。ここはリアル戦国&冥界だもんね。正直私が迂闊でした。階段厳禁。では明るいお話をしましょう、つむぎお姉様。うんうん。で、何にしよっか。恋バナ。あ、恋バナは恋の話のことね。恋の話と言われましても、そもそも恋とはどういうものですか？そこから？そこからですよ。つむぎお姉さまはご経験が終わりですか？恋、恋ね。憧れてはいなくもない。花の JK ですから。どなたかとお付き合いしたことは？ないね、きっぱり。年齢イコール恋人いない歴だよ。って、何をほっとしているんだろう、私。イオちゃんは？ありません。イオちゃんもないのか。ちょっと安心した。安心って、どうしてですか、つむぎお姉様。でも、私のいた未来とこっちじゃ、結婚適齢期は断然こっちが早いよね。嫁に行けとか言われないの？言われませんね。確かに普通だとそろそろなのですが、私の仕事は普通とは違うし、親もいませんしね。そっか、現代と違って昔は親とか親戚、町内とかの斡旋で結婚を決めるんだもんね。つむぎお姉様のところはそうではないのですか？見合いとか紹介とかはあるけど、基本は自由恋愛かな。自分で見つけてこい、だね。それはそれで大変そうですね。めんどくさいよ。格差社会もすごいよ。格差社会？要するにモテる子とモテない子の差がすごすぎるのです。つむぎお姉様がモテないはずはないと思うのに、なぜそんなうつろな目をするのでしょう。ある日、剣道部の子から手紙もらって、初ラブレターかとドキドキしたら、ラブレター、あ、恋文のことね。恋文ではなかったのですか？決闘状だった。それは。わざわざ封書にするな、紛らわしい。口で言え。楽しそうです。楽しくないよ。決闘したんですか？した。そしたらみんなに、だからモテないんだとか散々怒られた。ちょっとボコっただけなのにな。ちょっとボコるが、だって少し期待した乙女心がね。はあ、そうですよね。誰かに好かれてるってドキドキしますもんね。がっかりでしたね、つむぎお姉様。改めて言われるとそれほど残念でもないかな。強がりじゃなくてですか？ほら、前に毒もの友達の話したでしょ。はい、毒もじゃなくて綺麗な服を着て見せる人ですよね。そうそう、ちゃんと覚えててくれたんだね。その子が告られるのうざいって言ってたんだよね。告られるとは？好きですって告白されることだよ。なるほど、覚えました。見ず知らずの人に好きですって言われても、あなた誰よ、私の何を知って好きになったのよ、どうせ容姿だけでしょって思うんだって。はあ、わかるような気がします。もしも本当のラブレターなら、
ちゃんと考えてお断りして、その後顔を合わせたら気まずいと思うんだよね。お断り前提なんですね。うん、別に好きでも何でもなかったからね。血統上で良かったかなって今なら思うかな。私も血統上で良かったと思います。ひよちゃんはラブレ恋文とか告られたりとかは、すっごく可愛いんだからありそうだけどな。可愛いってつむぎお姉さまに言われると。あるの？ないの？たまにありますけど、全部お断りしてます。お城のお手伝いやお使いをしているので、仕事のことを知らない人に言われることが多いんですよね。忍者だもんね。厳しい掟とかありそうだし。厳しい掟は別にありませんが。ないんだ。ああ、すみません。忍びのくせに地味ですみません。期待されるような掟もなくてごめんなさい。ああ、私こそごめんね。忍者に思い込み激しくて、現代人の欠点ってやつだわ。つむぎお姉様に満足していただけるような忍びに、いつかきっと。ならなくていいから。イオちゃんは今のままでいいから。つむぎお姉様に気使われてる。しくしく。泣かなくていいの。本当に今のままのイオちゃんが大好きだからね。私もつむぎお姉様が大好きです。イオちゃんぎゅー。つむぎお姉様がぎゅーしてくださって。邪魔なのが来たね。許せません。今とてもいいところ。つむぎお姉様のぎゅーが。参りましょう。あの扉を開ければいいようです。よろしくね。心して参りましょう。あの扉を開ければいいようです。ここは慎重に進もう。
なんだか嫌な感じがする。うじゃうじゃやってきた。つむぎお姉様、地中に勝つありです。ここだ。はっ、水月。何かあります。通れるようになりました。先を急ごう。敵が出現しました。あなたたちなんてちっとも怖くないんだから。離れろ。このまま進みましょう。あそこにたどり着けばいいようです。到着しました。行くよ、リオちゃん。つむぎお姉様は私が守り抜く。はっ。それ。やっと、やっ。どうだ。感慨無量。最高位を取りました。リオちゃん、大丈夫？大丈夫です。が、大丈夫じゃないです。え？どこか怪我でもした？見せて。怪我はしてません。大丈夫じゃないのは、体じゃなくて、心です。え？つむぎお姉様に大好きと言ってもらえてギュッと抱きしめてもいただいて至福でしたのに、それを邪魔するとは馬に蹴られてしまえばいいのに。ノンブレスだ。お見苦しいところを失礼しました。なんかよくわからないけど大変だったね。いいえ。ああでも慣れたからって泡沫空間でダラダラ気を抜いてちゃダメだよね。はい、今しめですかね。無駄に時間を費やしてないで、もっとシャキシャキ行動しなきゃだ。そうですね。鋼さんと小耳ちゃんが心配しないうちにここを出ないとね。
そうですね。イオちゃん、なんか元気ないね。そんなことはないですよ。なんでかな、私何かした？え？向こうの友達に言われてたけど、私って結構鈍感なんだって。人の心の繊細なところが大雑把だって。私、イオちゃんの気持ちちゃんと分かってあげられてるかな？そんなことは。調律の巫女様であるお姉様が、私なんてつまらないことを気になさらなくてもいいんです。紬お姉様はものすごく頑張ってらして、無理やり連れてこられたのに口も言わずに世界を救うなんて役目を果たしておられて、いいじゃないですか。もう十分じゃないですか。これ以上頑張らなくても。愚痴は言ってる気がする。それと、私なんてとかつまらないこととか言っちゃダメだよ。え？友達の好きな子の気持ちを分かりたいのは普通でしょ？もし傷つけたら謝るのは当たり前でしょ？友達、好きな子。でね、鈍感な私はマジで分かってないんだけどさ、私、イオちゃんの気持ちを傷つけたかな？分かんなくてごめん。違います、違います。紬お姉様のせいとかじゃありません。でも悲しそうにしてたよ。それは私が勝手に。勝手に傷ついたもなし。うん。さあ、白状しよう、イオちゃん。傷ついたとかじゃなくて、拗ねてただけです。おや？私、泡沫空間が気に入っていて。ええー？もちろん、条件は紬お姉様と二人なら、なんですけど。それならわからなくもない。かな。二人っきりでいろんなお話をして、紬お姉様の世界のお話とか聞けて、知らなかったお姉様のことを知ることができて、抱きついて、ギュッとしてもらえて、大好き、なんて、言ってくださったり、嬉しくて。だから、寂しかったんです。あれかな、無駄に時間費やしてないで。そうです。楽しいのは私だけなのかなって。紬お姉様にとっては無駄な時間なのかなって。ごめんね。そんなつもりじゃなかったんだけど。知ってます。お姉様は優しいから。だから拗ねただけなんです。でも、傷ついちゃったんだよね。心の機微が分かってないって言われてたの、本当だな。ごめんね、ダメな巫女だよね。そんなことありません。あと、調律の巫女とは無関係かと。でも巫女ってこう、心のスペシャリスト、見つめれば何でも分かるっていう印象ない？それは未熟な巫女ですみません。とんでもない。私こそ勝手に拗ねて心配かけて。信長様に付き人になれと命ぜられたのに、自分の感情が先になるなんて。忍びとしても付き人としても失格です。すみませんでした。忍者も付き人も失格でもいいかも。見捨てないでください、紬お姉様。見捨てないよ。だって友達としては合格でしょ、それ。え？二人でいると楽しくて、好きって言われて嬉しくて、それを無駄って言われて拗ねてむくれたら、それ普通の友達だよね。普通の友達。ようこそ
普通のお友達。はい、つむぎお姉様。嬉しいな。私もです。これだけは本当にここに連れてきた神様に感謝しないとだよね。イオちゃんに会わせてくれてありがとうって。鋼さんや小耳ちゃんにもね。はい、私もとってもとってもとっても感謝しています。調律の巫女様が紬お姉様でよかった。でもさすがにそろそろ脱出しないとかな。マジで叱られそう。あちらの方がなんだか明るいです。行きましょうか。二人に叱られるの嫌ですもん。行こう。はい。準備を怠らないようにね。準備を怠ってはダメよ。準備を怠ることなかれ。遊びやすいように変更するのだ。